皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。そして今回もパワーリフターのウッシーこと牛山京太です。お願いします。お願いします。今回はですね、ベンチプレスを強くするための補助種目、はい、教えていただきたいと思うんですけど、はい、今日やる種目は何でしょうか。ダンベルプルオーバーをやりたいと思います。ベンチの解説やったと思うんですけど、そのベンチを強くするっていうところで2種目やっていこうと思うんですよね。まずは1種目目としてダンベルプルオーバーをご紹介できればなと思います。ベンチを強くするためにベンチをやるんじゃなくて補助種目が必要なんやっていうところもね、はい、ちょっと気になるのかと思うんですけど、はい、補助種目って結構大切ですか。そうですね、非常に大切だと思います。まあ、補助種目にもやっぱりいろいろ目的があって何を選択するかっていうのは変わってくるんですけど、ダンベルプルオーバーとしては筋肥大とか筋力強化っていうよりかはもちろんそれもあるんですけど、胸郭の柔軟性を上げていく、胸郭をしっかり伸展開けるようにしていくっていうところですね。そこに比重を置いているので、まあ、そういう意味ではめちゃくちゃいい種目なので解説させていただければと思います。でまずちょっと動きを見せますね。まあ、種目の動きとしてはこういったような動きの種目になります。はい、一個一個ちょっと解説していこうと思います。でまずダンベルを乗せる手の位置ですねがここに乗せてほしいです。まあ、小子宮と呼ばれる部分ですね、ここにしっかり乗せて手のひら全体でこうやってダンベルを受けるというよりかはちょっとこういう感じ、こういうイメージでここで受ける。でベンチでもここに乗せるっていうのがやっぱり大事なんですよ。そんなイメージでこういう感じでダンベルを乗せてもらって、まあ、この尺骨ですね、前腕の外側の骨にここから経由して乗せるようなイメージでダンベルを受けてもらいます。で、まあ、その受けのポジションができたら、まあ、やっとこうセッティングに行くんですけど、このセッティングの中で大事なことがあまり腰まで行き過ぎないっていうのが大事ですね。あくまでこの胸椎の部分出したいんですよね。腰椎腰まで行ってしまうと腰がすごい反る種目になってしまうので、そこはあまり反りたくないと。まあ、人によってちょっとこうずらしてやっていいと思うんですけど、肩甲骨の下あたりをちょっとこうつけるようなイメージで下げていく、ここの角に肩甲骨の下ですねくらいがちょうど、まあ、いい形でこう胸椎の伸展がまんべんなく入って胸郭広げられるかなと思います。で、まあ、その乗せる位置当てる位置が決まったところでこのポジションまで来れると思います。まあ、そこから下げていくんですけど、下げていく中で僕が大事にしていることはやっぱり腰を反らないってことなんですよね。今腰がここに当たってないことで反らない方向にはなるんですけど、やっぱり腹筋群の力が抜けすぎてしまうとちょっとこうベローンって腰が反っちゃうような形になってしまう。お尻は下がっていいんですけど、ある程度ここの腹斜筋とかね、収縮感は保ったままお腹はこう引き伸ばされるようなエキセントリックなこう収縮がかかった状態で引き伸ばされるようにいくって言いました。結果としてこう胸が思いっきりストレッチがかかってプルオーバーできるっていうような動作の流れに持っていければいいかなと思います。まあ、ちょっと最後の3つ目がちょっと難しかったかもしれないですけど、まあ、飛びますとしっかりここの小指の小指の部分にダンベルを乗せる、で肩甲骨の下あたりをここの角に当てる、腰が反らないようにある程度お腹にちょっと力を入れたまま呼吸を吸いながら下げていく、でストレッチがかかっていれば正解っていうようなイメージですかね。上げの時はそんな意識しなくても下ろしがうまく入っていれば自然と背中で持ってこれるような感覚があると思うんで、まあそんな感じでちょっとやってみますか。はい、はい、でまずは肩甲骨の下のあたりを、はい、はい、そうですね。でダンベルは小子宮で受けてもらいます。はい、はい、そんなイメージですね。ちょいハの字というか、そうですね、ちょいハの字ぐらいのイメージ。そんな浮かせるっていうあれでもないんですね。この辺を開けなあかんとかなく。そうですね。まあでもここにしっかり外側に乗ってる感覚があればいいかなと思います。はいはいはい。で肩甲骨の下しっかりつけました。はい、OK。そうしてちょっとふーって軽く息吐いてお腹締めますか。OK。じゃあこの状態からこうエキセントリックに引き伸ばされるような感覚、はいはいはい、ちょっと持ちながらダンベル下げていきましょう。そうそう、いいですよ。で呼吸吸いながら。そう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 、うわーっとこう脇の下とか引き伸ばされるような感じ感じながら戻す、背中使って、はい、そうここでじゃあしっかりそう吐き切ってこう吸いながら戻すみたいなイメージ、そうそうそう、はい、2、そう吐いて、はい、そうそうそう、いいですね、いいですね、あーなるほど、はいはい、3、
で口で吐いて鼻で吸いながら下ろしていく。そうそう、胸郭広げながら4。悪くないですよ、悪くないですよ。はい、そう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 、いいですね、いいですね。でちょっとこの肘の向きとかも自分でよりなんかこの脇の下あたりが引き伸ばされるような、広背筋引き伸ばされるような感覚の位置をちょっと探してみてもいいです。なるほど、はい、結構人それぞれ結構あるんで、いいっす、いいっす、そう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 、引き伸ばす、そう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 、そう、ここのテンションが抜けない中で引き伸ばして引き伸ばして戻す、吸いながら、そう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 、いい、さあできるようになっていったらもっともっと引き伸ばして引き伸ばして、もっと下げていく下げていく、いい、わあこれやばいですね、いい、あと2回いきましょう、はい、そう、吸いながら、はい、 OK、 ナイス、おーめっちゃいいですね。普段プルオーバーもちょこちょこやるんですけど、あ、そうですか、こんなちゃんと背中伸びたの初めてですね。あ、いやいやいや、そうですね、背中がやっぱめちゃくちゃ伸びるんですよね、はい、うん、最初の1回目2回目とかの時はあんま胸椎動かしてないからか、はいはい、この辺のしんどさがあるんですけど、はいはい、徐々にこの辺がすっごい楽になって、ね、より背中に感覚が来るようになった感じがあったんで、素晴らしい、そうですね。で結構これベンチの補助と言いながらウォーミングアップで入れても面白いと思うんですよね、僕は。まあもちろんそのウォーミングアップなんで何セットもやらないですけど、1セットくらいだったら今みたいな感じで入れてあげると、ここのね骨の可動域も出るし、背中の神経をちょっと通わせるっていう意味でもいい力がいくんで、背中使いやすくなるかなっていうふうには思います。ブリッジとかも組みやすくなりそうな感じしますね。はい、僕はずっと今までどちらかというと伸ばすためにこうお尻をグッと下げてたんですよ。この腹圧しっかりかけてて、上げたままの方がより負荷が感じたんで、うん、あ、こっちよりもこっちの方がストレッチは感じます ね、はい、まあ、結果としてかかってる中で下がるのはいいですけど、抜けて下がってるのとかかって下がってるのとやっぱ違うんですよね。だからそこの違いかなというふうには思います、はいはい、めちゃくちゃいいですわこれ。今も僕今背中めっちゃ楽ですもん。ああ、そうですよね。この種目やった後はとにかくやっぱ気持ちいいんですよ。もちろんもっともっと重量乗せて追い込んだら、まあ、きついんですけど、でもなんかこうきついけど整ったような感覚になるんですよね。だから本当におすすめしてます。すっきりしますし、何といっても今なんか呼吸しやすいです、はい、あ、そうですね、それもあると思います。やっぱり肋骨の動きが良くなるんで、はい、絶対あると思いますね、それは。ちょっと僕もしっかりこれはマジでリピートしていきたいと思います。はい、はい、頑張ってください。本当にベンチプレス強くしたいに限らず、体のパフォーマンスアップだったりとか、はい、姿勢改善でもね、はい、巻き方の改善とかにもつながってきたりとかすると思うんで、いい、ぜひ参考にしてほしいなと思いますね。今はちょっと可動域を取る、体を動かせるようにするっていうのは結構目的が強みの補助種目なんですけど、次はディップスをやっています。まあこれは結構筋力アップだったり筋肥大だったりっていうのを狙う目的も増えてくるので、より面白いね解説ができるかなと思うんで、最後ディップスいきたいと思います。ということで今回の動画はこちらのプルオーバーということで、ぜひ参考にしてみてください。今回のこの動画もしよければいいね、チャンネル登録、そしてウシーさんのチャンネル登録もお願いいたします。概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。気になることなどあれば質問どしどしお待ちしておりますので、ぜひコメントもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。